目標補足システムはヒューズウェアクラフト社が開発した二次元レーダーのファミリー。アメリカ海軍において主として関西用の低空警戒レーダーとして装備された。マーク91ミサイル射撃式装置に目標補足能力を付与することを目的にマーク20からマーク24の5つのサブタイプが開発された。これらは概ね数字が大きくなるごとに 性能も向上しており、また、マーク24では、赤外線センサと統合された。イギリス海軍では、シーウルフコ艦防空ミサイルシステムにおいて、L バンドと S バンドの967、968型レーダーを連接して、目標補足用とすることで、良好な成果を得ていた。これに反を取り、アメリカ海軍においても、当時運用していた。 マーク 91GMFCS に目標補足レーダーを導入することが計画されるようになり、1971年に技術開発が発注された。上記の通り、マーク20からマーク24までの各機種が開発されて、いずれも1974年より陸上試験に入った。このうちマーク23は1975年よりフリゲート、 ダウンズにおいて、感情試験に着手した。1978年4月に100機の製造が発注され、1980年10月に収益した。マーク23は、ソリッドステート化された、レンジゲートパルス、ドップラーレーダーである。アンテナは26個のフィードホーンより構成されており、またサイドローブ消去用として、さらに1個のホーンが追加されている。また、 スキャナーと背中合わせに敵味方識別装置のアンテナも設置されている。本機は捜索中追尾能力も有しており、追尾中の脅威についての情報をマーク 91GMFCS に随時提供する。下記のような2つの動作モードを備えている。ありがとうございます。